なんてこった、ポットのお湯が空でした。今、慌ててお湯をお沸かし始めましたね。ちょっとかかりそうなんで。今のうちにじゃあ、七味の比べをやってみましょう。西の七味と東の七味、どれぐらい違うものなのかね。よいしょ。和山椒で、香り華やぐのが西なんですね。はい。あ、抹茶の香りが。あ、やっぱ七味だけでこうやって置くと香るもんですね。で、こっちが赤唐辛子で風味華やく彩り七味。同じ彩り七味ってなってますけど、舞台の方が違いますかね、東の方と西で、うん。ほうほうほう。本当は白い入れ物があったらよかったけど、ちょっとなかなかうまくしなくて。なるほど、なるほど。うん、どうぞ。ああ。なんか同じような香りに感じますけど、ちょっと色は、ちょっと色は違う。これが東の側ね。うん。グッと寄ってみましょうね。グワーッとアップで寄ってみて。どうだ？寄りすぎた。これが東側。これ、西側は、こんな感じ。あんまりなんかそんな見た目で大きく違うってことはないかな。香りも、うん、そこまでなんか大きく、ね、こっちの方が全然山椒が強いとかそういうわけではないですね。うん。なんか見た目の、どう？ちょっと仕上げてみましょうか。見た目のバランスも、まあそんなに、よいしょ。そんなに、ちょっとごま、東側の方がごまが多いような気がするかな。うん。ちょっと配分が違うのかな、やっぱし。こんな違いあるのかな、どうなんでしょう。まあ、ここまで言っといて、いざ、日清の公式さんから、七味に関しては中身は全く一緒ですとかって言われたら元も子もなかったってことでこんな感じですね。それでは七味はこんな感じ。あとお湯が沸くのを待ちます。いやー、どん兵衛お湯待ちですね。いやー、楽しいですね。どん兵衛2つ並んでるとなんかちょっとテンション上がりますね。ダブルどん兵衛って思ったよりテンション上がりますね。やったやった、楽しいな。お揚げが2枚ありますからね。ふっくらお揚げがいいですね、いいですね。ちょっとした贅沢ですよね。プチ贅沢、ね、今140円ぐらいしますもんね。2つでだから300円近くになりますから ね、 ね、 ね。あ、でも、まあ、考え方によっちゃまあ大体あれか、ハイカラうどんぐらいか。うん。あ、でもね、ハイカラうどんってそう考えるとやっぱ300円で安いなというところですけど、まあ考えてるんです。言うてね、どん兵衛も値上げしたとはいえ、ね、140円とか150円とかね、ですからね、コンビニだったら200円ぐらいか、今。ね。ね。ですから、まあいいね。そうですよね。言うてそんな、ね、500円とか600円とかするわけじゃないですからね。うん。ありがたい話です。さてと。5分経ちましたからさ、そろそろ食べましょうかね。いや、久しぶりに5分待ちましたね、本当に。だいたいね、カップラーメンのやつってマイナス2分ぐらい食べたんですよ、私せっかちなんで。そう。1分ぐらいで出来上がるやつはさすがに1分待ちますけどね。30秒ぐらい泣けちゃうかな。そうそうそう。さあ、まずは、東、こっちが東、東から開けましょう。ああ、そうですね。まあ、やっぱし、追っかけて見られるどん兵衛の色はこんな感じですよね。あ、どん兵衛だ。とりあえず、何も言ってないといきましょうか。西側は、おお、やっぱ、そうですね。こう比べると、やっぱ西側は本当に色が薄いな。よいしょ。ああ、やっぱしね、その、お揚げとかはやっぱし同じような感じでね、あれですけど、つゆくんの感じがやっぱし、ね、関東の、ね、だし、やっぱ色が濃いですよね。ね、やっぱ関西だし、やはり色の薄さはね、やっぱこれが関西だしですよね。見た目はやっぱしだいぶ違いますね。試しにちょっとほぐしましょうか。ね。ね、こう、ほぐすとだいぶまた違いが出てくるかな。ね。こんな感じ。
西側はね、だいぶやっぱし、うん、スープの色がやっぱし大きく違いますね。うん、香りも、うん、だいぶ違いますね。こっちの方のがやはり昆布が効いて、またやっぱり、ね、関西って感じがしますね。じゃあね、早速ね、いただいていこうと思いますよ、ということで。うん、岸逆子だな、この一曲ねえな。よいしょ。いいよ。でも他にないな。よし。ではまずは、東側の、どん兵衛からいただきましょうかね。あー、やっぱどん兵衛うめうん、うん、じゃあどん兵衛ですね。うんうんうん、終わりよもね。うんうん、あ、やっぱどん兵衛のお味はジューシーですね。うん、おいしい。じゃあ続きまして関西行ってみましょう。な味ですね。やっぱりうどんっていうとこっちの方が慣れ親しんだ味ではあるんですよね。うん、どん兵衛っていうとこのイメージがあるんですけど、うん、そう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 、やっぱ関西だしですね。いいな。うん、お味自体はきっと一緒なんですけど、吸ってる出汁が違うんで、すごく、うん、あのあっさり感があるというのかな。出しながらでもね、まあ、かまぼこは一緒ですよね、変わらないかな。